京大入口ゼオン寺は、福岡県太宰府市ゼオン寺五丁目にある、天台宗の寺院。三号は、清水山。本尊は、聖観論。回帰は、天寺天皇である。九州西国三十三箇所第三十三番札所。九州を代表する古寺で、造営開始は七世紀後半に遡る。奈良の東大寺、栃木の下津契約寺示と共に、 天下三階段の一つに数えられる。平安時代以降は徐々に衰退したが、仏像をはじめとする文化財を豊富に有する。九州随一の仏像彫刻の宝庫である、関世恩寺の縁起は伝わっておらず、関連文書として最も古いものは、縁起五年成立の関世恩寺資材長である。俗に本記の記述によると、関世音寺は、天智天皇が母斎明天皇の追善のために、 発願したという。斎明天皇は661年に没していることから、それからほどなく、造営が始められたと推定される。日中歴には、完全恩寺創建は、白宝年間のことであるとの記事が見える。俗日本記の和道2年の記事によると、この時点で造営はまだ完了しておらず、完了したのは、発願から約八十年も経った、天平十八年のこととされる。 関税恩寺境内から出土した河原のうち、総賢寺の河原とされるものは、老寺愛式と称され、飛鳥の河原寺や藤原系の河原の系統を引く、福弁八弁蓮下文の軒丸河原と、変行唐草文の軒平河原の組み合わせからなるものである。この老寺愛式河原は、現在の福岡市南区老寺にあった河原窯で、肖像されたもので、七世紀に遡る。 また、関税恩寺に現存する盆晶は、正確な鋳造年次は不明ながら、母術年の命がある、京都、明神寺の盆晶と同一の木型によって鋳造された、京大将とみなされる。これらのことから、7世紀末頃までには、ある程度の時間が整っていたものと推測される。現在残る、関税恩寺の建物はべて近世の再建で、昔の面影はないが、発掘調査によると、 回廊で囲まれた内側の東に等、西には近道が東表して立つ川原寺式に近いガラン配置であった。その後天平法治五年、元神によって当時に階段院が設けられた。これは僧になる者が受解をするためにわざわざ都へで向かずとも関税恩寺で受解ができることを意味した。平安時代以降の関税恩寺は度重なる火災や風害によって、 創建当時の道具や仏像はことごとく失った。公平7年には火災で坑道、塔などを消失。現存する当時の仏像は大部分がこの火災以後の復興像である。洪和4年には欧風で近道、南大門などが倒壊している。近道はその後復旧したが、工事2年の火災で再度消失している。寛永7年の暴風雨で、 当時唯一残っていた近藤が倒壊し、関西恩寺は、廃寺道前の状況に追い込まれた。翌関永八年に近藤が、元禄元年には、行動が、藩主黒岳や博多の豪商である天皇寺や、浦良、夢らによって復興されたが、昔の面影には遠く及ばない。当初は、八州見学の寺とされ、平安時代後期以来、東大寺の末寺であったが、明治時代以降は、 天台宗の寺院となっている。大正2年から同4年にかけて、痛みの激しかった書物の修理が行われた。昭和34年には、鉄筋コンクリートの宝像が完成。これは、寺院の文化財収蔵庫としては、早い時期に作られたものである。宝像には、造庫5メートル前後の巨像3体をはじめ、近道、本堂に安置されていた書物が収蔵、公開されている。 近道かつて存在した門、回廊などは失われている。県道から並木道の山道を北へ進み、難門跡を過ぎると、やや小高くなった広場があり、左方に近道、正面に高堂が立つ。このほか広場の東方に東跡と首郎、その奥に宝蔵、高堂裏手に僧帽跡がある。また、寺の西に隣接して、階段院が立つ。 天下三階段の一とされた階段院の後ろ身であるが、現在の階段院は、関西恩寺とは別法人であり、宗派も臨在宗である。発掘調査の結果によると、創建当初の画覧は、東西93メートル、南北78メートルの回廊で囲まれた敷地の東に50棟、西に近藤が建つもので、回廊の南面中央に注文。中門 国面中央に行動が立っていた。これら中心阿蘭の南には、南大門、北には東西に長い僧帽が立つほか、多くの付属建物があり、境内地は片山頂に及んでいた。近堂は南でなく、東を正面とし、五十塔と向かい合う形で建てられていた。近堂を東向きに建てる点は、アスカの河原寺とも共通している。河原寺は、 関禅寺と同じく、斎明天皇ゆかりの寺であり、前述の出土瓦の形式塔からも、両寺の結びつきが推定される。五重塔は焼け残った真相のみが残っており、塔は一辺が6メートルと推定されている。木造聖関論座像関禅寺の近道と、行動には、かつては多くの仏像が安置されていたが、1959年、境内に、 鉄筋コンクリート作りの宝蔵が完成してからは、大部分の仏像がそちらへ移された。当時所有の仏像で、国の重要文化財に指定されているものは15件を数えるが、このうち、聖函の立像は高動に安置、阿弥陀如来立像は九州国立博物館に帰宅されており、残りの13件は宝蔵に移されている。これらの仏像はいずれも、平安時代、または、 鎌倉時代の作品であり、創建期に遡る仏像で完損するものはない。奈良時代の仏像関連遺品としては、かつて行動に安置されていた、素像腹腔検観音立像の真偽と面相部の断片、境内から出土した素像の断片などが残るのみである。関燥恩寺では公平7年と、工治2年に退化があり、現存する仏像の大部分はそれ以後の平安時代末期から、 鎌倉時代にかけての作である。一部に10世紀に遡ると見られる像もあるがこれらの像の江戸時代以前の伝来は明らかではない。当時の仏像の特色としては、地方色の薄い、土風の作風の像が多いこと、くの機材を用いる像が多いことに加え、上六像が濃くあることが特筆される。上六像とは、経典に、尺尊の身長が一条六尺とあることから、 この高さを基準に作られた仏像のことである。当時の仏像では、聖観音座像、阿弥陀如来座像、福建作、観音立像、十一面観音立像、馬頭観音立像が上六像である。このうち、聖観音座像は、自略二年の行動再高時の作。十一面観音立像は、その三年後の延久元年の作である。阿弥陀如来座像と、 馬頭観音立像は、やや下って12世紀前半の作。福井県作、観音立像は、奈良時代から安置されていた素像の当初像が、上級3年に転倒、損壊した後、その最高像として、翌上元年に増立されたものである。盆省所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。